ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。現在はですね、2022年のもう12月31日、大晦日でございます。時刻はですね、もう15時半を回っておりまして、もう本当に今年も残すところ、あと数時間という感じなんですけども、今回は、もういわゆる皆さんに年の瀬のご挨拶、これをですね、短く、ささっとお届けしたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、行ってみましょう。早速お話ししていきたいと思うんですけど、まあ今年ね、さっと振り返って、そして来年の話をさっとして、パッと終わりたいと思います。で、まあ今年1年さっと振り返ってなんですけど、まあまず今年1年ね、まあ俺にとっては、まあ、の YouTube を始めて本当に1月のね、1日から12月の31日まで丸々YouTube をやった初めての1年でございました。はい、もうね、それが非常に印象深いというか、うん、あ、やったんだなっていう感じがして、なんか我ながら自分を飽きやすい、何事もね、三日坊主な私なんで、ちょっと褒めてやりたいななんて思っちゃったりしてるんですけども、あとはね、まあ、やったビデオの企画、まあ、いろいろとね、たくさん回って、いろんなとこも行ったし、まあ、非常にね、いろいろ思い出深いところたくさん残ってます。サザンのね、桑田さんのお会いしたパン屋さんであったりとかね、そちらがまあ終わってしまうっていうので、まあ、茅ヶ崎ね、聖地探訪もやりましたし、あとデブそばさんですね、デブそばさんもまたね、閉店というタイミングでね、ちょっとお邪魔することができて、ギリギリね、駆け込みでお邪魔することができて、お忙しい中ね、たくさん貴重なお話も聞けたっていうのも、まあ非常に思い出深かったし、まあ、あとなんといってもそのトラさんと見た風景っていうね、この企画、これですね、もう去年からね、この YouTube のチャンネルを始めた時から、やりたいなっていうところで始めた企画なんですけども、ついに、私のね、このハンター株 CD125 ハンター株に乗って、東北ですね、往復1130キロぐらい走ってですね、トラさんの聖地探訪をやってきました。まあ実際ね、まだそのビデオに関しては出来上がって公開できてないんですけど、これ1月に、一応公開予定になっております。はい、なのでね、まあ、その辺がね、まあ、やっぱできたのは自分的に非常に思い出深かったんですけども、あとなんといってもこれね、インディアナ・ジョーンズ、この新作のね、予告編がですね、まあもうね、2022年ギリギリで、12月に入って公開されて、まあもうこれはもうね、もう来年のやりたいことっていうか、まあ、そこにも繋がってくるんですけど、まあこれがね、公開されたっていうのは本当にね、ちょっともう熱く煮えたぎるって感じでございまして、あとはね、まあその辺ね、やっぱ俺映画が大好きなんで、たくさんね、面白い映画も見れたし、まあね、トップガンとかね、まああと、ノープとかね、まあいろいろ喋ってきましたけども、来年はね、その辺もまたもっともっとね、いろいろと映画の話をね、皆さんとね、興奮を分かち合っていけたらいいななんて思っております。はい、ゴリラのビデオ、あらっと、2023年は何していくかっていうと、まあ今ね、言ったように、トラさんの見た風景、これも撮ってあるんで、これも来年早々に公開していきたいと思います。で、またね、この企画もまあね、やっぱやってみていろいろ大変だったんで、まあこれたくさんね、来年も頻発してやることはちょっとまあ難しいかもしれないんだけど、なるべくね、またね、ちょっとトラさんの見た風景いろいろ回りたいななんて思ってます。で、何よりも今言ったインディアナ・ジョーンズ、これが6月の30日に公開されるので、これはね、もうめちゃめちゃもうみんながね、多分登録チャンネル解除しちゃうんじゃないかなっていうぐらい、もう興奮して鬱陶しいぐらいたくさんお届けしていきたいなと思ってますんで、皆さんもね、ぜひともよろしければ解除しないで、お付き合い、なんだったらチャンネルをね、登録してお付き合いしていただければなと思っております。はい、で、あとは、このゴリラスポットですね、ビデオでは私のね、創作クリエーションなんかもちょこちょこっとチャンネルね、解説当初から、お届けしてるんですけども、ちょっとね、今年はその辺のね、時間が少なかったななんていう反省もあって、来年2023年は、まあ、ちょっとその辺のね、自分のクリエーションの部分っていうかね、そういうところ、絵を描いたりとか、iPad でね、お絵描き教室とかやってたけど、全然やんなくなっちゃったんだけど、やっぱりそういうお絵描きなんかもですね、皆さんと一緒に、楽しい時間をね、ちょっとね、共有できたらいいななんて思っております。はい、もうね、そろそろまたちょっと時間も長くなってきてるので、皆さんね、もうこの辺に締めたいと思います。で、本当にですね、この2022年ゴリラスポットのビデオを
私のね、本当にこの、あのバカな男にですね、お付き合いいただいたご視聴者の皆さん、そして、ね、日頃からね、私の周りで、お付き合いいただいている方々、本当に1年間どうもありがとうございました。来年もですね、本当に皆さんにね、ご迷惑等々粗相おちょこちょいたくさん、まあ、してしまうと思うんですけども、何卒一つ見捨てずよろしくお願いいたします。2023年もですね、皆さんにとって、楽しい1年になることを祈っております。では、皆さんこの1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では良いお年を。バイバイ、ありがとう、また来年。